ラ君。お気づきだろうか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション入る。お、誰かお友達になりたがっとる。ここはせつなさん、せつなさん入る。どうもです。どうもです。ゆまぴーのこともよく知らないのですが、うんうん、ゆまぴーちゃん気が合いそうですか。ゆまぴーちゃん全然相性バッチリなはず。あれ、せつなさん俺って言おったっけ。俺って言ったっけ。一人称変わった。気のせいかな。ぜひぜひ仲良くなってよ。喫茶店でのイベントは、お、男子会が開催中。遊園地は夜市開催中。怪しげな福袋を販売中。多分お得です。多分お得。じゃあ入る。運試し買うよ。前回結構いいもんばっかり入っとったけんね。福袋5000円。奮発しよう。オッケー。一つ目の中身は、ほい。お宝蛇口が入っていました。オッケー、蛇口。二つ目の中身は、帽子ブロッコリーの被り物が入っていました。アフロヘアに見えなくもない。オッケー。三つ目の中身は、食べ物セロリが入っていました。ブロッコリーからのセロリ。今回はちょっと外れだな。5000円の価値はなかった気がするぞ。ほい、今日のミーニュース。5時になりました。ミーニュースをお伝えします。ほいほい。紳士羊に好かれる、羊に囲まれる事件。この数半端ないよね。草原で昼寝。私も草原で昼寝とかしたいんだけど、まず草原がないこの辺り。てかめったにないよね、草原とか。なんかアルプスの草原とかすごい気持ちよさげ。なぜ目撃していたの。まあアルプスの草原が気持ちよさそうっていうのは完璧にアルプスの少女ハイジの影響なんだけどね。ああいう環境すごい良さげじゃない。そりゃあクララも来るさって感じじゃん。あ、じゃあ男子会覗いてみましょうか。入る。さあ今回のメンツは、アスム。わかる。わかる。女かよ。どうすればもっと身長が伸びるかな。気にしてるのね、そこ。そんなに背低くないよ。みんなめっちゃフォローしてくれよる。最近内地のことが気になって気になって。お、マジか。気づいてたの。気づいてたの。仲いいな、みんな。お互いのことちゃんと分かっとる感が。トーテンポールを集めるのがやめられないっていうのはちょっと怪しげな。マジで流行ってんの。トーテムポールがブームですか。すごいマンションだな。いや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 。無理とか言うなし。生ガキで身長伸びるんすか。あのさ、幸せって何かな。いきなり重いよ。まあそれはね、思うよね。熱でもあるの。ねえねえ、女の子たちが集まるとどんな話するんだろう。女の子たちが集まると気になるね。結構ぶっ飛んだ感じにはなるかな。なんか多分よくね、ネット上とかでもあると思うけど、女子校あるあるみたいな。まあああいう感じだよ。あ、チャーリーさん夢見よる。私のことない。私のことは何ですか。さあ、夢の中にお邪魔しまーす。お、これは、運命の赤い糸を。きっと、アキちゃんに繋がっているに決まっている。なぜ。え二人とも、ん?って感じになってるじゃないか。今ちょっとじわーっと消えていきよったよね。どういうわけか、お宝赤い糸を拾いました。はっ。なんだよなんだよ。今度はかまってかまってーってなっとる。
わかったわかった、入ります。あんなのそっくりさんと遊びたい。二度目の訪問。遊ぼう、遊ぼう。ミーシルエットクイズ。シルエットに表示されたミーは誰なのか。三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？これって着替えとかしてたらさ、ちょっと難しくなってくるよね。第一問。ててん。ミーちゃん。なんか最初に覚えたまんまの格好でずっと追ってくれんと、これはできんくなってくるよね。第二問。ててん。ユマピーちゃん。よね。次へ。シルエットクイズ、最終問題。最終問題。このシルエットは誰でしょう？あ、これは、ケンくんだ。答えは、ケンでした。やばい、パーフェクト。やったね。おめでとうございます。ありがとうございます。一つだけあげます。どれか選んでください。さあ、でかいのをもらおうか。お宝、盆栽をもらいました。一番小さいやつあれなんだ？よく見えない。あ、洗濯バサミか。なるほどね。ほい。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいかなと思います。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションへ入る。そして、誰かしらまたハートマーク。おー、シーンくんじゃないか。入るね。さあさあ、誰に？誰にだい？うん。どうした？悩んでるの？ウェイ。それは断然。ライチちゃんじゃ、ライチちゃんじゃって言っちゃった。シンくん可愛いけん。男の子だけれど。可愛く。告白する場所は、マンションの屋上で。その前に着替えた方がいいですかね。着替えね。じゃあ着替え。シンくん着替え持っとったかな。帽子しか買ったことなかったんかな。ないね。じゃあこのままでいっか。やっぱりこのままでいいですか。うんうん、大丈夫大丈夫。このままで。わかりました。では勇気を出して告白してきます。行ってらっしゃい、頑張って。おー、いいね。なんか、屋上っていいね。ドキドキするね。学校の屋上とかもそうやけど、マジで。ライチちゃーん。シーンくん大丈夫か。大丈夫か。残念な結果に終わりました。めげてしまうかい？振られちゃいました。いや、ほらほら、振られたと言っても、来てないからわかんないよ。都合が悪かったのかもしれない。ウェイ。そうだなぁ。じゃあ、ちょっと、何を食べようか。ビーフシチュー。骨付き肉。骨付き肉をがっつり、あげるよ。お腹空いてるでしょ？ほい。いただきます。お、めっちゃ満たされた。あの一本で。結構美味しかったようです。よかったよかった。よかったけど、落ち込み度そんなに変わらねえ。じゃあなんだ。何がある？なんか他にさ、今まで渡したことないような感じの。とはいえ、気分が良くなりそうなもの。ブランコ。部屋の中にブランコを取り付けます。タイミングよく背中を押してあげて。これでちょっとなんか気が紛れたりとかはしないかい？ほい。ちょっと天井からぶら下げてみます。ふんふんふん。お、いいね。ドン。あ、待って待って。なんかすげえ突き飛ばした感が。もっと強く？ね、なんかすごいぐにゃんぐにゃんなってね。やばくない？あ、でもなんかさ、この部屋に合っとる感じはすごいするよね。大丈夫なの？ぐにゃんぐにゃんなりよるけど、シーンくん。私絶対こんな人に押されたくないわ。やっほー。お、気分良くなってきたんじゃない？
ねえ、テンション上がってきた？最高。おお、最高。最高出たよ。めっちゃ落ちそうなんすけど。もうちょっと真ん中かな？最高。最高。さあ、いいんじゃない？あ、今、風になった気分です。え、それは大丈夫なのかい？風になった気分。まだまだ全然だね。でももう、あとこれぐらいやったら、お風呂に入ったらすっきりせんかな。ほい。じゃあ定番の、お風呂セットで。それが、一風呂浴びてきます。いってらっしゃい。なんか今回の歌いいね。ここで歌えるやつはあれか。音楽堂で歌えるやつと一緒か、音楽は。多分全部そうなんやろうけど、私あのアイドルのやつしかわからんねやけど、ダイエットのやつ。さっぱりした？大丈夫？へえ、そんなにさっぱりしていない。じゃあちょっととりあえず、また回ってくるね。まあとりあえずちょっとミーニュースを見とこうかな。入る。ほいほい。お、ネムさんのビデオレター。視聴者からのビデオレター。お、公共の電波を使っての友達募集。何あれ、昼食が美味しくできたので、もしかして、もしかして黒影さんの普段の食事は宇宙食ではないだろうね。そんなバカなことが。みんなに知らせてあげて、友達募集してるみたいだから。あれかな、結婚してちょっと友達と疎遠になっちゃった感じのやつかな。ほい、じゃあしんくん、しんくん大丈夫かい？疲れてる、疲れてるのか。疲れを癒すようなものは何かあったかな。疲れてる。それはやっぱりオルゴールとかになるんかな。うん、オルゴールかな。疲れた心に染み込む癒しのメロディーだからね。あげるよ。これを聞いて元気を出して。うん。これは何？何屋さんだ？建物だけじゃちょっとよくわからないんだけれども。あ、帽子屋さんかな？マネキンがそれっぽいね。穏やかな気持ちになりますね。穏やかな気持ちになった。あ、でもだいぶ回復した。じゃあそろそろ飲み物ぐらいでも回復するんじゃないかな。せんかな。栄養ドリンク、そういう疲れじゃないって。じゃあ穏やかに紅茶でも、ほら、漂う香りにリラックスあげるよ。ほい。いただきます。どう？うお、めっちゃ満腹やん。結構美味しかった。よかったよかった。あは、あとちょこっと。あとちょこっとだ。しんくん。しんくん、しんくん。ここで。さあ、フライパンだ。しんくんはどんな料理を作ってくれるのだろう。失恋した時でも作ってくれるかな。美味しく作ってみせましょう。お、作ってくれるか。おお、いいね、いいね。待つよ。あ、すごい、台使いよる、ちゃんと。素材の甘み。みんな料理するのが好きなんかな。料理中、生き生きしとるよね。なに。お、ニッコニコやん。おお、完熟チーズケーキ。え、素敵なんだけど。食べたい。食べたい。いえ。ありがたいよ。気分も良くなった？しっかり立ち直りました。よかったよかった。他のことして気を紛らわすっていうのが大事やね。お礼にこれをあげます。なになに？
実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションに入る。最近なんかすごい多いね、多いねっていうか、もやっとったり友達になりたい人が、お、怒ってるじゃないか。ユニポンちゃんどうした？管理人室に行こうとしよる。入るね。どうしたどうした、誰と喧嘩をしたんだ？私、珍しく怒ってます。ふんふん、聞くよ。台湾と喧嘩しました。台湾さん、腹が立ちます。マジか、仲直りしてよ。じゃあ、このイライラを沈めてください。じゃあ、怖い。おし、じゃあ、とりあえず、甘いものを食べて機嫌を直そう。チーズケーキでも、いかがでしょうか。オーブンできつね色に焼いたチーズケーキ。しっとりした口当たりで紅茶に合います。あげる。ちなみに私は普通のチーズケーキより、レアチーズケーキが好きです。どっちも食べるけどね。どうよ。すごく美味しかったようです。よかったよかった。お、落ち着いた。なるほど、ユニポンちゃんはショートケーキよりもチーズケーキが好きなんだね。さあ台湾さん、許してあげて。どうだ、どうだ。この間はごめんなさい。うんうん、ちゃんと言ったよ。おー、よかった。最近許しませんパターンがちょっと多くなってきてけんね。ドキドキするわ。ね、そんなみんなにギスギスしていただきたくないねよ私。ほいほい、よかったよかった。お礼にこれもあげます。ん、なんだ。お、実用品モビールをもらいました。ほい、じゃあ次ケイくん遊びましょう。僕と遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。共通点クイズ。二人のミーの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。スタート。共通点クイズ。これでみんなのことを知るきっかけにも。ユマピーと台湾は友達である。ユマピーちゃんと台湾さん？え、わからない。つながってないんじゃないかな。お、他人。他人っていう言い方もあれだな。第2問、ててん。マサオとセツナは今同じ服を着ている。同じ服？いや、着てないと思う。いいえ。答えは、いいえでした。だよね。だよね。うん。次へ。共通点クイズ、最終問題。最終問題、ててん。大地とアリスはマンションでお隣さんである。いや、アリスちゃん結構上の方の階に住んどったけん、違う。ライチちゃん1階よね。ほらほら、3階やん。おめでとうございます。最終問題以外全部勘なんですが。1つだけあります。どれか選んでください。じゃあ、中くらい。お、お宝スノードームをもらいました。イヤリングの方が良かったなぁ。え、どこに誰がいるの？あ、クラ君。お気づきだろうか。お気づきだろうか。あの場所からクラ君が覗いているの。なぜ覗いているの？無人の喫茶店の中を。ほい、じゃあ次、朝市。ちょっと買い物に行こうね。お、ビスケット。いいね、いいね。買わないのかよ。じゃあビスケット。この道20年。ライチちゃん何歳っすか？じゃあミーニュース見てみよう。ほい、お願いします。お、キングキング、お誕生日おめでとうございます。ほいほい。お、なんか人が多いぞ。あれ、いつもさ、なんか両脇に二人おるだけじゃないん？どうしたどうした、人気者だなキング。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、おめでとう。おめでとう。ありがとう。さあ、ふーっと。ふー。ふー。お、
キングさんにとって素敵な一年になりますのに。ね。今日のセガキングさんが輝いてる。今日はキングが主役だから。はじめのニュース。見魚を伝えしました。ありがとうございます。せつなさん、入る。一緒に遊びませんか？ほい、遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。超アップクイズ第1問。ででん。これは何でしょう？なんだ？青汁。色だけ。よし。青汁飲んだことないんやけどさ、どんな感じなんやろ。最近飲みやすいのも多いって聞くけど、まず飲みにくいのを飲んだことがないっていうね。でも健康には良さげ。どういう状態だ。フォアグラ。なんとなく。お、よかった。なんとなく消去法。最終問題。ででん。これは何でしょう？何それ。高そうな壺。なんとなく光沢があるから。全部なんとなく。うわー、口紅の底の部分かい。わからんわ。てかめっちゃピンクやね。残念でしたね。また遊んでください。ほいほい。残念。お宝トイレットペーパーをもらいました。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション入る。お、なんかこうやってさ、2箇所に友達マークがあるとちょっと喧嘩したんじゃないかとすごく思ってしまうんだが、大丈夫だろうか。お、大丈夫やね。プンプンしてないね。じゃあココちゃん入るよ。こんにちは。こんにちは。どうもどうも。シーンとは仲のいい親友だと思っているのですが、ふんふん、ここのシーンのこともどう思いますか？シーンくんとココちゃん、私的にはあんまり一緒におるイメージはないけど、でもね、仲のいい親友って思っとんやったら相性バッチリなんじゃないかなと。そうですか。もっと仲良くなれるということですね。うん、どん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 仲良くなって絆を深めてくれ。じゃあネムちゃん行こう。入る。遊ぼう遊ぼう。遊ぶ。共通点クイズ。二人のミーの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？スタート。共通点クイズ第1問。ででん。アリスとサキは今同じ服を着ている。同じ服？着てないと思うよ。着てない。答えはよね、もしかして色違いやったかなってちょっと一瞬思ったけど。第2問。停電。てか住民さあ、みんななんか結構勝手に着替えるからよくわからんくなるよね。親友じゃない。親友、え、親友じゃないよね。いいえ。だよね。普通に友達。次へ。最終問題。停電。秋と倉くんは、下の名前の文字数が同じである。下の名前の文字数。どうやってやろう。いいえじゃない。答えは、いいえでした。おー、よかった。おめでとうございます。ほいほい、ありがとう。一つだけあげます。ネムちゃんの親友は、ナミちゃんだね。黒影さんの親友誰やろ。おっきいのもらうね。お、お宝、おまるをもらいました。おまる。じゃあ次、ライチちゃん。なんだ、めっちゃ困り顔なんですけど。遊ぼうってことよね。遊ぼう、遊ぼう。遊ぶ。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃ったときはもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。スタート。もちろん、高校で。ずるいやつ。一枚目だよ、まだ。お、自分じゃないか。ライチちゃんと、アスムー。ほいほい。お、大人げないけどもらうよ。アユナのそっくりさんの番です。
ナツムです。え、こんな奇跡あります？アユナのそっくりさんの番です。はい、ガトーショコラです。ガトーショコラ、おー、キング。困ったぞ。さあ、どうだ？これ。何それ？どれかな？おしるこ？おしるこじゃない、ぜんざいかな？あゆなのそっくりさんの番です。ほい、キング。キング。そして、はい、ガトーショコラ。そして、あれ、ぜんざいどこだったっけ？ここか。あ、ごめん、私全部取っちゃった。全部取っちゃった。イエーイ、圧勝。大人げない。おめでとうございます。ほいほい、ありがとう。一つだけあげます。それが選んでください。じゃあ、今回は中くらい。お、お宝、だるま落としをもらいました。だるま落とし、小学校の時、一時なんか流行っとった。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回は久々にこの島に住んでもいいよという方が来てくださったので、ちょっと読み取っていきたいと思います。入る。久々の QR コード読み取りで、はい、 QR コードを読み取る。ほい、ってことでまずはゆかちゃん。ノリ系、第一印象気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ガンガン型、元気の塊タイプ、思いつきで何でもやる、何かやりだしたら誰にも止められない。なんかすごい見た目通りって感じ。見た目もなんか超情熱的な感じじゃない？おしゃれやし。オッケー。ほい、二人目、愛ちゃん。和み系、第一印象穏やか、特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、ニコニコ型、いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑っているだけじゃなく、みんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。おー、いい感じ。なんかお姉さんっぽい感じやね。ていうかみんなおしゃれだよ。おしゃれだよ、うちに来ていいの？なんか崩れそうだよ。オッケー。ほい、じゃあ今回は二人増えましたということで、早速部屋を訪ねてみようか。ほい、じゃあまずは、ゆかちゃん。あ、すごいな。入る。どういう部屋になっとんやろ、あれ。ん？あのテレビは？ハリボテ？ゆかです。思いつきで突っ走っちゃう女。思いつきで突っ走っちゃう女。なんか、あれかな、全体的にアーティスト、ん？アーティスティックな感じ。言えねえ。たくさん寝たので、頭が冴えてます。おう、それはよかったよかった。これからよろしくお願いしますよ。すげえな、なんか部屋。ねえ。シンプルなんやけど、そう、アーティスト、お、なんだ？え、なんだ？洗濯物が干してある。え、どういう家なんだ？すごい、ドアノブが開かんや。へえ、こんな家あるんやね。何の家なんやろ。ほい、次、アイちゃん。入る。アイです。意外としっかりした女だねって言われます。そういうギャップっていいと思う。ギャップ萌えってあるもん。いやー、なんかモデル体型だね。スラッと。この島のみんなが仲良くなったらいいと思います。ね、それは私もすごく思うの。すごく思うんだけど、人が増えれば増えるほどちょっとしたいざこざが。ね、仕方ないんやけどね。ほい、ということで、誰だ？アスムか。なんか誰かと友達になりたいんかな。入るよ。ユニポンちゃんといるところ悪いけれども。おはようです。おはようです。台湾に恋人がいたら。あ、なるほどね。親友の台湾さんに紹介をすると。お、いいんじゃない、いいんじゃない？ライチちゃんも幸せになっていただきたい。いいと思うよ。では、二人を合わせてみます。うんうん。やっぱりほら、親友が紹介してくれる子って、信頼もね、高いと思うし。いいね。デートだよ。和むね。お、あれはアスムか？でもあれちょっと分かりづらいよね。新聞に穴開けてみよったんやろ？これは顔むき出しやけど。めっちゃ見よるし。すごいよね。これってこのためだけにアルバイトをしよん、あの。怖い怖い怖い。なんかストーカーで通報されてもおかしくないレベルの。
え、いい感じなんじゃないの？今日はありがとう。こちらこそ。ね、楽しそうやったよ、二人とも。そういうパターンもあるのね。ちょっとアスムがすごいがっかりした顔した。なるほどね。でもまあ友達にはなれたんじゃないだろうか。朝市開催中。今回の朝市は何だろうか。おいしいピーマンだよ。ピーマン。この店がなんとかだよ。私ピーマンさ、昔めっちゃ嫌いやったんよね。いらっしゃい。まあ今ではピーマンの肉詰めとかめっちゃ好きなんやけどね。買う。お、何のおまけ？実用品モビールおまけしてもらいました。いらねえ。じゃあミーニュースも覗いてみようか。入る。おはようございます。7時のミーニュースをお伝えします。ほいほい。恐ろしいニュースです。漬物監禁事件。石井氏が足を踏み外して漬物の瓶に落下し、キュウリや人参とともに監禁され、キュウリや人参とともに監禁される。それはキュウリや人参も監禁されているということかな。キュウリとともに3日ほどで救出され。え、キュウリも救出されたの？どういう、いや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 、意味がわからないんだけど。え、なに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 。漬物の匂いが取れるまで全治1ヶ月。めっちゃ強力なんやね、匂い。マジでそんなに興味持った？まあね、楽しいよね、ミューニュース。ほいほい、ありがとうございます。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。